ここって、仮拠点じゃないか。霊夢のやつ？いつの間にか、石建材にしていたんだな。まあ、石にするのはいいんだが、ここの拠点いらないんじゃないか。今、ちらっと見えたが、まさかな、アイランドにはいない生物がいたな。二階も石建材だとなかなかいいもんだな。尻尾が出たが、ラプトルじゃないな。ディノニクス。マジかよ。ディノニクスなんて初めて見たぞ。ふっふっふ。気づいたかマリサ。最近、バルゲロにも進出したので、ついでに卵を二つ盗んで捕まえました。ほう、卵を盗むタイプか。そうなのよ。今回は私がゲストで来たよん。別に呼んでないんだけどな。ひどいよん。まあ、それより、外壁も少しずつ作ってみました。どうでしょう。少し安心感が増してきたが、まだまだ外敵が入ってくるので、安心はできないな。とりあえず、さっきディノニクスの卵の件でもう片方の個体も紹介するわ。ただしね。壁を登っているよん。ただし、なんなんだ霊夢。それがね、もう片方の個体、三つ子だったのよ。なので、四と思います。それよりも、ちらっと、なんか見たことのない個体もいるんですけど、エクスティンクションにも行ったからね。霊のマシン生物もいるわよ。それはターミネーターかよん。お、こいつはエンフォーサーじゃないか。レベル100の設計図が手に入ったので復元してみました。なかなかいいでしょ？名前が RX78 ってガンダムよ。とりあえずバルゲロに進出したんだろ。当然、拠点も考えているんだよな。ちょうど、今バルゲロ拠点の基礎を建築中で、これから見せようかと思う。それは楽しみみょん。というか今この動画出している時にはターキーイベントやっているみょんよね。動画外でしんみり楽しんでおきます。そして、我が拠点についにエレベーターを建造しました。今回も建築資材いっぱい使ったからな。しばらくインゴットとか見たくないぜ。燃料になるガソリンもそろそろ、ちゃんと作ろうかと思う。今ある分だけじゃ、切れるかもしれないしね。バルゲロにも油田があったので、原油は心配しなくてもいいかもね。アイランド拠点も同時に進行するのよね。もちろん、やらないと作っている意味がないからな。まあ、とりあえず、バルゲロに行こう。ここが、バルゲロ拠点です。おお、確かここってモンさえ置けば生物はほぼボックしないから、絶好のいい土地だな。確か真下にディノニクスの巣があるみょんよね。落ちたら危険だけど、ここは、資源豊かなので、メイン拠点にしてもいいくらいかも。ところで、このクリスタルワイバーン、私は知らないぞ。ゲームしたのか。少し前にね、捕まえたのはいいけど、メスだったので、バルゲロ用にしました。オスだったらブリーディング用に使えるんだけどな。とりあえず、次回はターキーイベントでテイムした生物を軽く紹介するのと、後半は、お楽しみで。ほら、ワクワクしてきたにょん。なあ、そろそろメイン実況してもいいか。いいわよ。うぷ主の気分次第だけどね。さて、そろそろ、
動画を終わろうかと思うわ。次回もまったり見ていってくれたら嬉しいわ。チャンネル登録、コメント等もよろしくな。他の動画も見ていってにょん。それじゃ次回も良いサバイバル生活にょん。良いサバイバル生活を。